はい、酒井養魚場さんの紅白、2歳メスサイズ52センチです。お願いします。はい、若鯉53分で予定をしております広島の酒井さんの産卵の紅白ですね。この鯉の魅力はですね、真っ赤な紅、もうこれ以上赤くならないぐらいの真っ赤な紅、そしてよく抜けた白地ですね。真っ赤で真っ白な白地、そしてもう一つ魅力的なのはこのサラダ付き、ボリューム感、非常に筋肉質な素晴らしい体型をしております。縦も効きそうな将来有望な、そんな、紅白じゃないでしょうか。割とですね、2歳ぐらいで仕上がってしまった鯉っていうのはですね、今後大きくならないのかっていうようなことも言われますが、逆に2歳で綺麗なまま、綺麗だった鯉がそのまま3歳4歳と綺麗な鯉もいますし、むしろ2歳の時に綺麗だった鯉のが3歳4歳で綺麗なままいるの方が多いんじゃないかなと僕は思います。2歳でですね、ベリーが赤いともうあまり大きくならないのかっていうことも言われる方もありますが、3歳4歳で伸びても赤いのもいますし、逆に2歳で柿色だった鯉が3歳4歳で必ずしも赤くなるとかいうことも言えないので、やはりもう赤ければ赤いほど僕は安心する方のタイプです。はい、今泳いでおりますが、体全体を使っていい泳ぎをしております。非常に体型、そして筋肉のバランスがいい、そんな紅白です。はい、力強く泳ぎますね。はい、綺麗な顔の入る3番の紅白です。はい、サイドですね。よし、はい、サイド、よいしょ、はい、こちら側のサイド、元気ですね。はい、お腹ですね。はい、最後見ていきたいと思います。はい、非常に仕上がった紅白ですね。でしょうか、肌は真っ白、そして紅は非常に、仕上がりのいい紅白です。いかがでしょうか。こちら酒井養魚場さんの紅白、2歳メスサイズ52センチです。ぜひよろしくお願いいたします。